はい、こんばんは、フェマールでございます。はい今日はですね、鉱山の跡行きます。奥土倉鉱山跡って書いてありますね。 1.8 キロ先、ご丁寧に今日は看板が書いてありますので、入っちゃいけない場所ではないみたいです。そこへ行ってまいりますので、よろしくお願いします。終わった、った左。はい、じゃあこれは左を曲がります。土倉鉱山跡、土倉鉱山跡、300m、 あ、近いんだ。しかも舗装してあるじゃない。おー、やっぱ同じようなこと好きなんだ。結構やっぱ人来るんだ。あれ、なんか砂利道って聞いてたんだけど、普通に、あ、これか。ありましたね。おー、これですね。意外とアクセス簡単でございます。車どこ止めればいいかな。じゃあこちらがですね、土倉鉱山の跡地ですね。選鉱場って書いてありますね、こちらの方ですけど、まあ意外とコンパクトだけど、すげえなんかなんていうの、インパクトがすごいありますね。で、これ中はちょっと入ったらいけないって書いてあるんで入れませんね。なので今日はもう GoPro Max の機能フル活用で撮影したいと思いますね。今真横にしてます。何が何の設備かよく分からんけど、ただすごくなんていうかね、なんかなんやろ、遺跡っぽいね。なんかなんていうの、なんか例えるとなんかあのラピュタの世界らしいですね。なんかラピュタのなんか天空の城のイメージがここだとかなんかっていう話も聞いたことありますけど、僕も昨日聞いたばっかなんで。これ土倉鉱山にようこそ。土倉鉱山、1910年から1965年までですね。はい、詳しくは一時停止にしてみてください。ただまあ要約すると、昭和17年にこちらの方が完成した選鉱場だそうでございます。この奥に 2キロ先の奥にはまだ違う2代目の選鉱場とやらがあるそうでございます。わ、すげえ。これ声がな、届かんのが残念だ。これなんだろう、これもなんかそういう設備かな。よいしょ、はい、ゴープロさん行ったらしい。はい、ちょっと周り歪みますけど、180度カメラにします。でないとちょっとこれ撮りきれない。これ中入れないのは残念だな。まあ入ったら危ないからね。これ入らないと、なんていうか、あまり詳細がわからないっていうか、こういう時やっぱドローンが欲しいですよね。ドローンがあればね、こういう入ってはいけないところでも飛ばせますから。でもまあ、あの高さからどうなんでしょう。坑道もあったんでしょうね、どっかにね、多分ですけど。これはどういう仕組みなんかな。上から下へなんか流れていくような感じなんですかね。もしかすると上の方に坑道があって、そこから上から下へ下へ下へと、なんかこういうなんか選別みたいなことするんですかね。口具合が素晴らしいですね。この昔ぐらいのこういう昭和初期のコンクリート構造物っていうのは、なんていうかな、すごい味があるんですよね。あとこういった施設の構造物っていうのは、この機能的で面白いですよね。なんかここに多分ベルトコンベアとかそういったものがあったんでしょうし、あれなんか水のタンクかなんかですよね。で、そういうのが重なり合って、さあぞ、あとこういうね、この色合いと。しかももう、廃墟的なもんですからね。この草に覆われてるってのもまた一つの魅力かなと思います。じゃあせっかくなので、この土倉鉱山の2代目の選鉱場っていうのかな、そこが2キロ先にあるというので、
まあ、この程度のダートルームなら僕にとっちゃ手のかっぱなんで行ってまいりたいと思います。お、なんだこれ。お、トンネルがあるぞ。トンネルが鉱山だ。これ後で行きますわ。昔はここにもそのやっぱり人がいっぱい住んでたんでしょうね。なんか映画館まであるとこ書いてあったけど、いやいやいや今はないけど昔はなんか1000人ぐらいの人が住んでたから、なんか床屋さんとか映画館とかまであったっていうぐらいの結構な町やったみたいですよ。映画館、うん、なんかそういう炭鉱とかっていうのは人が集まるんで、なんかそういうお店とかが一つの町になっちゃうのかね、こんな山の中に。こんな山の中に映画館ってウケるな。ドラえもんでもやったんだ。道はひどいけど、そんな…なんか看板がある。うん、看板があるね。お、なんじゃこれ。おっと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 、これ以上はいけないみたいですな。ああ、この先関係者以外の通行禁止とか出ます。さすがにそう書いてあると僕も行かれませんで、ここに行って終わりましょう。でも多分この先がその鉱山の跡があったのかもしれません。多分この先にあるんでしょう。これ U ターン大変なのかな。はい、ということでさすがに法を破ってまでは行きません。ここの先の2世代目の先行場とやらにはちょっとたどり着けんかったですけど、本途中になんか坑道かなの跡か、あ、もしかしたらただの橋どうなのかな、よくわからんけど、こんだけ水出てますからね。水が出てるからただの線あれなんかな、ただの水を吐き出すためのトンネルだったのかな、それともただの坑道なのか、ちょっと見てみましょう。見学とかはないかい、ないね。坑道かな、すごい水。めちゃくちゃ。これ川やんか。川のトンネルか、これ。なんだろう、水抜きの穴かもしれませんし。まあ、どの日、まあ、その炭鉱には繋がってるってことだと思うんですけどね。ちょっと GoPro Max さんに中入ってもらいましょう。まあそんなわけで今日はまあここまででございます。この水すごい、なんだろうね、これこの中に入ってってるから、まあ多分炭鉱へ繋がってるものだとは思いますけども、うん、この水の流れが尋常じゃないんで水抜きのトンネルなのかもしれません。ちょっとこの辺は分かりません、僕も専門家じゃないんで。まあそんな感じでね、まあちょっとした探検になっちゃいましたけども面白かったですよ。あと皆さんもね手軽に来れるような場所ですので、
でちょっと中までは入れませんけども、外から見るだけでも結構な楽しめる施設だと思いますので、皆さん来てみてはいかがでしょうか、ね、コロナの移動制限もなくなりましたしね、移動制限なくなったからまあちょっと県またいできたんですけどね。はい、じゃあ今日はこれまででございます。おやすみなさいませ。けまるでした。ありがとうございました。バイバーイ。さよなら。